デジタルオーディオとはデジタル信号として表現された音である。録音再生、保存、伝送する過程でアナログ信号である音声データを数値に変換してデジタルデータとして記録保存し、再生時にデジタルアナログ変換してアナログ信号に変換してからスピーカーなどによって音として再生する。これらはデジタルな音響信号処理の一種である。 デジタルオーディオにおいて使用されるデジタル信号変換方式としてパルス符号変調及びデルタシグマ変調がある従来のアナログオーディオの再生機器はカートリッジを含むレコードプレイヤーやテープデッキなどがある各記録媒体における音声保存は連続した信号の強弱であり電気信号への変換はカートリッジや磁気ヘッドで行うがその信号は 電圧の連続した強弱となり、その能力は、信号と雑音の比及びダイナミックレンジにより左右される。ただし、再生周波数に関しては、機器の作り込み等の品質に左右され、人間の過長周波数域の最高値約 20kHz をはるかに超える場合がある。デジタルオーディオでは、デジタル信号で音声情報が記録される。デジタル信号は、 元のアナログ信号の信号レベルと信号周波数に応じた情報を有しているものの、その能力は量子化ビット数及びサンプリングレートにより左右される。CD の場合、量子化ビット数は16ビットでダイナミックレンジは96デシベるとなり、サンプリングレートは 44.1kHz と定められ、人間の過長周波数域の最高値約 20kHz までの記録をまかなえる。 デジタルオーディオの記録媒体の利点としては、理屈上は繰り返し使用や複製、経年による劣化しないことが挙げられる。アナログ録音を記録するレコードや磁気テープは、溝の摩耗や磁気強度の劣化による影響が避けられないが、デジタル信号は0と1の数字の羅列であり、記録を読み取れさえすれば、音質に影響はないとされる。デジタルオーディオのデータ用は、 ビットレートとオーディオ帳で規定される。最もシンプルには量子化ビット数、サンプリングレート、チャンネル数そしてオーディオ帳の積となる。例えばステレオ CD 形式で74分間あるデジタルオーディオは16ビット44.1キロ S27460S イコール1 4 1 1 k b p s 7 4 6 0 s イコール約6 5 0イトで 約 650MB となる。ハイレゾオーディオでは量子化ビット数を24ビット以上に、サンプリングレートを 96kHz 以上として、ダイナミックレンジ、周波数帯域を大幅に拡張した結果、CD 音源と比べて3倍以上のデータ量になる。データ量の削減を目的として、データ圧縮がしばしば行われる。音声符号化を参照。 同じデジタルオーディオが様々な機器で効率よく再生できるように音声ファイルフォーマットが存在している。音声符号化も参照。アナログ信号と同様に音圧はデシベルを用いた表現を単位とすることが多い。メディア形状が規格で決まっている業務用のデジタル録音機器は1970年代に登場した。記録媒体は NTSC 規格準拠の業務用、ビデオデッキが流用され、1秒間に記録できるサンプリングデータは44,100個となり、サンプリングレートは必然的に 44.1kHz と決定された。民生用のデジタルオーディオ再生機器は、1982年にコンパクトディスクとして初めて登場し、メディアとプレイヤーが発売開始された。 1987年以降、民生用のデジタル録音機器として DAT や MD などが登場した。1990年代以降、パーソナルコンピュータの普及に伴って PC そのものに音楽データを記録保存して再生することも行われるようになった。ただし、当時は HDD 等の PC 関連の記録保存媒体の容量が リニア PCM データをそのまま保存するほどには大きくはなかったため、MP3 などの非可逆圧縮フォーマットによる記録保存が主流となった。また、圧縮音声フォーマットも各団体、企業のマーケティング上の思惑もあって、AC や WMA、アトラックなど様々なフォーマットが乱立し、A 社の製品では再生できても B 社の製品では再生できないといった問題も発生した。 1999年には、スーパーオーディオ CD および DVD オーディオが企画化され、民生用デジタルオーディオもハイレゾ化されていった。2000年代以降、iPod などの携帯用デジタルオーディオプレイヤーが普及し、2010年代に普及し出したスマートフォンが、その機能を担うようになり、低価格帯のものはコモディティ化していった。一方で、 倍か十10万円を超えるような高価格帯のハイレゾ代用品も多く登場した。デジタルデータをパケットに分割した上で、インターネットへ流し、エンドユーザー側の記憶装置等にバッファリングを行い、音響再生する技術は発展しており、インターネットブラウザーに標準搭載されるアプリケーションインターフェースで、ほぼ再生は可能になっている。音響だけではなく、映像や、 コンテンツも末端へ描写やアクションをかけたりすることができている。ありがとうございます。